なんて車かまず教えてもらっていいですか。これね、マクラーレン。しかも普通のじゃないです。マクラーレンの MP4-12C ってあるんですけど、それの GT3。 すっごい簡単に言うとレーシングカーです。まずはじゃあ外回りからちょっと紹介していってほしいんですけど、はい、これちなみにエアロはやっぱりそのスーパー GT 走ってた時そのままなんですか。そのままです。なので、なんと外装ドライカーボン全部。タイヤホイールってどうなってるんですか。ホイールはですね、作りました。もともとはもうちょっとレーシングカーなんでナローなんですけど、チューニングカーですから僕の扱いはつらいちホイールは作りました。タイヤはですね、横浜タイヤ052です。ちなみに後ろはアドバンスポーツ。ちなみにどういうサイズのタイヤが入ってるんですか。225-40-18で、後ろが275-45-18。スリックタイヤのサイズに合わせてる感じ。これまたリアディフューザーとウィングもすごいですね。そう、これね、ディフューザー、ちょっとほら見てください、走った感じがあってちょっとね、傷だけですけど、これもかっこいいかなと。ウィングもこんな、じゃん。これは基本スーパー G 出してくるまで純正エンジンなんですけど、市販車は600馬力のツインターボだけど、これちょっと GT300 マシンなんでディストリクターついてて500馬力今で。これやっぱレーシングカーってことはやっぱドライサンプなんですか。ドライサンプですよこれ、見てください。これドライサンプタンク。あとこれなんかマフラーが白くなっちゃってますけど、これマフラー、これ触っても熱くないんですよ。しかもインコネル、航空機とかに使われる宇宙機器とか、要はもう本当の最先端レーシングカーの部品です。ミッションはシーケンシャルドグミッション、スタートだけクラッチが必要、あとはもうパドル。あとデフってどうなってるんですか。デフもそのミッションと一体なので、LSD がもともと入ってます。じゃあ次は室内。はい。あ、そんなところから開けるんですか。そう、市販車はこれじゃないですけど、レーシングカーでしょこれ、ほら。ただのよいしょ。はい、これはやっぱりカーボンモノコックってやつでしょ。そうそう、これ、これが千数百万だったら安い。安くないですかこれ。ちなみにねこのメインフレーム確か55キロ。それでは車重これどのくらいなんですか。多分1300キロ台だと思いますね。あとこれステアリングは。そう、ステアリングね、これ取れるんですけど、これも改造してます。ちなみにこういう車ってどこで改造するんですか。やっぱりいろいろ考えた結果、世界のドリフト野郎で日本人って言ったらファットファイブレーシング、こんな車作っちゃうのが斉藤大吾のためにました。大吾君にお願いしてできちゃいました。そういう意味で言うとこの車、そのステアリング以外だとドリシャするにあたってどの辺変えてるんですか。これね、奥側に長いレバー見えてますけど、まずこれ油圧サイド、すごく仲良くしてる雪尾ファウストに作ってもらった。まずはこれじゃあブレーキ、これサイズどうなってるんですか。リアキャリパー1個しかないんですか。ですね、そのツインキャリパーみたいなのにしたいんですけど、ナックルがまずアルミなのでステーがつけられない。なので、純正配管を間に入れてる感じ。なんできっかけ作りぐらいサイドぐらいですかね。じゃあフットとフットブレーキとサイドブレーキが同じ。同じってこと。そう、あとシートを作りました。ブリットさんにコラボしてアリオスオリジナルで、レーシングカーは切れ角ないじゃないですか。そう、多分どうしたんですか。ネックはやっぱ切れ角なので、本当に最初はそうですね、何度20度がしきれないんですよ。を、大吾先生、それも大吾先生、大吾先生に作ってもらいました。これね、もっと切れますからね。あ、もっと切れるんですか。エンジンかけるともっとパワーステレないと切れないところまで切れるので、ホイールの裏側見えるぐらい切れます。ナックル自体はノーマルを加工して、でアーム類はパイプで全部作ってもらって、パッドファイブで全部完成みたいな。では行きますか。エンジンオン、よし。おお、本当ね、ハンドリングはレーシングカーだよね。ただキャンバーついてるからな。おお、トルクはある。3よいしょ。温めてね。
丈夫かな。もう力ある、シフト速っ。さすが大吾先生、走りやすい、速いし、このシフト、バンバン、サイド。やばいな、スペック高いかもな、これ。なんか自分の想像よりいい。いい、どの辺が。いや、なんかね、角度バーンってつけてみたの、全然スピンする気がしない。あと、やっぱその 3.8 リッターとかじゃないですか、排気量で、ツインターボだから、どの回転で踏んでもすぐホイールスピンする。で、シフト早いじゃないですか、ブッブンってシフトできるし。今ちなみに何速だったんですか。今2速。1回だけ3入れて、サイドで2ってやったけど、やっぱその不安でどっちに行くか分かんないから。サイドもバッチリ効いてました。効いてる。だこれを、多分ここにできたら、いけるし、なんか、水槽いけんじゃねえ的な。かなり、バッチリです。